バブヤン島はフィリピン諸島のルソン島北ブルソン海峡に位置するバブヤン諸島の島。同諸島の北端で最も標高が高いバブヤンクラロとも呼ばれる。カガヤン州のカラヤン自治体の一部で島全体がバブヤンクラロのバラン街になっている。人口は2010年の国勢調査で1423人であった。バブヤン島は バリンタン諸島の南南東4 5トルほどの位置にあり、沿岸の岬東大の北1 0 0トルほどの位置にある。島は直径1 0トルほどである。島の周りは非常に険しくなっていると考えられ、東部には昭が突き出している。南部の岬は急峻で黒っぽい岩場で、バンデアスーカルと呼ばれる塩水状の岩の島が存在する。生誕近くには、 バブヤン山としても知られるスミス山があり、高さは688メートルである。島の中部バブヤン山東南東にはパンガスン山としても知られる1080メートルのバブヤンクラロがある。これら2つの山の間は低くなっており、距離もあるためスミス山はなだらかな丸い形をしている。この島には他にも有史以来噴火していない雇用南。 ジオニシオ、ノディーの三つの火山がある。ありがとうございます。